それでも生きてゆく。すいません。これずいぶん前にお借りしてたんですが、延滞料いくらになりますかね。なんとラストシーンは、ヒロキが15年前、妹のアキが殺された日に借りたエロビデオ、返すのを忘れていたことに気づいたわけなんですが。まあこれはつまり15年前に止まってしまった時間がようやく本当に動き出したっていうことを表しているんでしょうが、うん、果たして延滞料金どれほどの金額になってたことやら。恐ろしいですね。まあ結局のところ双葉はヒロキと一緒に生きることをあえて選びはしなかった、その理由というのは、私もそうなったらいいなって思ってました。ずっと一緒にいられたらいいなって思ってました。そう思ってる人にそう言われると嬉しいもんですね。でも深見さんとお会いするのは今日で最後にしようと思ってます。千葉の被害者の方の娘さん、わかりますか？5歳のゆりちゃんという名前の女の子。私あの子の母親になろうと思います。草間さんの果樹園に住まわせてもらうことになりました。私からお願いしたんです、母親代わりさせてくださいって。呆れられました。でも何回もお願いして、何回も説明して受け入れてもらいました。なんであなたが背負うんですか、あなたが引き受ける理由ないでしょう、とヒロキに言われると、双葉は、あります。変な理由でもいいですか。あ、でも本当の気持ちの理由です。真面目に生きたいんです。真面目な人でいたいんです。甘えたくないんです。ごめんなさい。それが私の見てる明日です。楽しかったです。普通じゃないけど楽しかった。でもヒロキと一緒になって普通の幸せを掴んでほしいって思ってたんですけどね。やはりそうはいかなかった。なんといっても加害者の妹だから。この言葉は本当に重いですよ ね。そしてそれを忘れることができないというか、忘れてはいけない、そういうふうに双葉は思ってしまっている。となるとやはりヒロキと一緒では本当に笑うことができないのかも。ただあの手紙のやり取りっていうのはね、これまた微笑ましいというか、ある意味一種の愛の形ですよね。で特にまあ神社のおみくじのような感じでね、あれが日々増えていくっていうのも、まあそのうちですね、あの二人が実体として一緒に暮らすようになればいいんですが、そのためにはゆりちゃんのお母さんに奇跡的に目を覚ましてもらわないことには。いやー、それにしてもですね、双葉を演じた満島ひかり、なんか本当に役に同化してるというかね。最初彼女がヒロインって聞いて早すぎるんじゃないかと思ったんですね。映画の方ではいろいろヒロインしてるんですけども、なんか変わった脚本のものが多いので、脚本に助けられた感じの主役だったんです。でも今回大丈夫かなって思ったけど、あんまりにもぴったりすぎてびっくりしましたね。でまあ一方ではですね、NHK の朝ドラお日様ではああいう快活な役でしたし、そのギャップがすごかったですよ ね。そして一方、被害者の兄ヒロキを演じた主役のエイタ、よかったですよね。最初この話の内容で主人公がエイタって聞いて、正直またかって思ったんですね。いつもこういう役が多いので大丈夫かなって逆に思ってたんですけども、ワンパターンにならないかどうか。でもなんかもう飛び抜けて良くなってますね。逆にこういう役をやらしたらエイタいいなって思えるようになってきましたね。ちなみに公式サイトのインタビューではエイタ自身のこのドラマへの思いが綴られているんですが、撮影を振り返って印象に残ったシーン、やっぱり9話のフミヤとの殴り合い、あれはすごかったですね。あんなシーン今までに撮ったことがなかったかもしれません。殴り合いシーンとはいえお芝居なので役の感情なども考えながら演じなくちゃいけません。でもあの撮影では人を徹底的に傷つけたいという感情はもしかしたらこういうことなのかなと思いました。ヒロキとしても追い続けたフミヤに初めて触れてやっと捕まえた、こっちを向かせたいという本当に切なる思いが込められていたので、思いっきり演じたので本当に倒れそうになりました。でもこれがリアルだったらもっとすごくなるのかなとか、いやここまではなんていつも考えてしまって、もっともっと深く演じることができるんじゃないかと思っています。このドラマが最初に発表された時に禁断の愛みたいに新聞に書かれていたんですけど、僕はヒロキと双葉の愛ではなくて人が持っている普遍的な愛が描かれているドラマだと思っています。それも家族の絆などに象徴される愛情だと。
ところで視聴率の方はですね、最終回 10.1、 平均 9.2、 最高が初回の 10.6。 ある意味ずっと安定してたっていうことではあるんですが、まあこういう時期ですからね、ドラマを見てわざわざ暗い気持ちになりたくないっていう人も多かったんでしょうか。でもこういうところから希望を見つけるっていう、そういうドラマでもあったんですけどね。ということで、それでも生きてゆくの後を受ける2011年10月クール木曜劇場は、蜜の味アテイストオブハニー、二人のヒロインが運命の男をめぐって偉大を舞台に繰り広げるドロドロで壮絶な三角関係、脚本家大石静香が恋という魔物をテーマに描く濃厚で官能的な大人のラブストーリー、ダブル主演にエイクラナナ、菅野美穂、相手役には新田、共演陣には溝端淳平、市川智弘、木村文乃、近藤公園、森蓮、山崎重則、西山真紀、阿南健二、木村緑子、増武志、佐野史郎。キャラ濃い人多いですね。果たして、エイクラナナと菅野美穂がいかなる恋の火花を散らし、女のバトルを見せてくれるのか。新ドラマ、蜜の味、アテイストオブハニー、楽しみにしたいと思いますね。はい。